だから IWGP ってどういうことかっていうと、要するにその NWA、WWF、AWA、それのベルトを統一してしまおうというところまでぶち上げたのよ。たかが1回の日本の新日本プロレスがよ。すごいでしょ。そこら辺のね、下克上様式、下克上だよね。だから猪木さんたちの新日本プロレスって下克上要素がいっぱいあったからみんな燃えたんよ。だって下克上じゃない、たかが日本のさ新日本プロレスがよ、いくら金当時あるとはいえね、視聴率がブイブイ上がっていって、で日本での影響力も半端ではない、で当時日本の経済強いですからね、日本の円も強い、だからお金はあったんでしょ。でいくら経済的に強いって言ったってさ、アメリカ本国のその3団体にベルトを一本に統一しましょうって言ったって絶対通じるわけねえなっていうのはよく考えれば誰でもわかる、大人だったらね、まあ高校生ぐらいの知能があれば誰でもわかるわけ。でもそういうことよりもその構想をぶち上げたっていうその図式がすげえなっていうんで燃えたんですよ。当時私東京スポーツ読んでたからね、もう第一報でそれ読んでさ、うおほほほほっていう感じよ。すげえことぶち上げたなって、本当にこんなの実現するんかって思うでしょ。実現するわけないわけよ冷静に考えれば。でも新聞でこうやって発表するぐらいだから多少は何かの話してんのかなって、まあ高校生ぐらいだったら思うじゃないですかね。そんなやってるわけないんだよ、大人になったらわかるけど、猪木さんのことだから新日本プロレスのことだからやってないんだよね、もう勝手にぶち上げてるだけ。しかも報じてるのが新聞って言ったって東京スポーツだからさ。ね、もうこの文化よ、東京スポーツだから何でもありなんだよね。だからしかもさ、極東のさ、そんな、怪しいスポーツ新聞ね、要するに夕刊紙がさ、そんな話をぶち上げたって本国の NWA も WWF もびくともしないわけね。へえって、あ、そんな話流れてんだ、笑えるねぐらいの感じだったと思うのよ。おそらく耳にも入ってなかったと思うし、もし耳に入ってもね、ははは面白いねみたいな感じだと、そんな感じぐらいだと思うわけよ。だ全然相手にしてなかったと思う。まあ馬場さんは当然 NWA の立場としてそれは否定するわけね。で問題は WWF なんですよ。当時 WWF と猪木さんの新日本プロレスってのはもう通貨の関係だからさ、相当に通じてる関係だから、いくらなんでもね、 WWF とは多少の連携はしなきゃやっていけないわけですよね。だからまあある程度の連携はしてたんでしょう、新馬さんもね。そうやってね、初期にはものすごく燃えた IWGP でしたけどもね、うーん、まあ少なくともね、アメリカのその NWA、WWF、AWA がどれだけ関わってくれるかって分かんないけれども、もしそれが実現して猪木さんの新日本にね NWA のレスラーが来たりすれば、それだけでもすごいことだし、まあ燃えたよね本当に。ただ馬場さんが否定したりして、だん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 こう規模が縮小していったというかな、縮小感が出てきたんですよね、やっぱり。それでね、当時ですね、日本放送のオールナイトニッポンというラジオ番組で山口良一さんがやってたんですよ、オールナイトニッポンをね。金曜の深夜だった気がするな、確かな、火曜の深夜だっけな、一番最初2部でやってたんですよね。山口良一さんっていうのは、あの金土良い子悪い子普通の子で、良い子役でちょっと人気が出た人なんですけども、でその頃に一番最初はね2部でやってたん、3時からやってたんです。私その頃から聞いてたんだけど、でその山口良一さんがさ、プロレスファンで、でなんだっけな、闘魂コーナーじゃなくてなんだっけな、まあ、とにかくそのプロレスのことを喋るコーナーを作ってたんですよ、そのオールナイトニッポンの中で2部の頃からね。でそこにさ、なんとさ、新馬久志さんを呼んでね、で直接話を聞いたっていう回があったんですよ。あれすごいよね。で山口さんもさ、もう直接にっていうかさ、もう思ってることそのままぶつけるんだよね、あの人すごいなと思ってさ。で新馬さんにね、その IWGP がなんかちょっと当初思ってたよりも規模が小さくなってませんかみたいな話をさ、ぶつけるのよ、あれすごいよね。でさ、新馬さんがさ、いやいやそんなことないですって、世界中のレスラーがね、
いろんな団体のレスラーが参加するんです。この IWGP というのはそういうイベントなんですっていうわけで、山口さんがね、鋭くさ、でも NWA から参加するレスラーはいない、それから AWA もいないですよねって言ったら、新馬さんがさ、いや AWA いますよ、 AWA ホーガンがいますよねって言ったのねえっと思ってそれ聞いてさ、ホーガン AWA かってね。まあそれは出てんのかもしんないけど、現に WWF で大活躍してて、あんたらの新日本にも出てたじゃないのって思ってさ俺って思ったんだよね。で山口良一さんもね、やっぱあの人もすごいね、そのまんま言ってさ、ホーガン AWA ですか、あんまりホーガン AWA っていうイメージなかったんでみたいにちゃんと言ってたんだけどね。だ新馬さんもあれ苦しかったよね。いやいやいや、ホーガンって AWA 出てたのかな。私東京スポーツで読んでる限りではあんまり見なかったよね、そういう話は。まあ多分ね、 AWA チャンピオンに挑戦したぐらいのことはあったのかもしれないけども、いわゆるサーキットっていうかさ、普段回ってるのはやっぱ WWF だったでしょ、あの人もね。だから AWA からの参加レスラーっていなかったと思うのよ。で少なくともさ、ベルト統一するって話なんだから、やっぱニック・ボック・ウィンクルさんだよね。あの当時 AWA って言ったら確かニック・ボック・ウィンクルさんだと思ったけど、まあ、そういう人たちが参加するかどうかが問題なんであってさもうすでに新日本でもね来てる、ね、WWF と提携してる新日本に来てるホーガンさんをさ AWA っていうのはそれ力技すぎるなと思ったけどね。まあ新馬さんとしては苦しいとこだったろうなと思うんですよ。でさ、新馬さんがそういう風に言いたくなるのは分かんだけど、もう当時さ、もうプロレスマニア当時からもうある程度耳戸島だったからね、もう雑誌も読んでるしさ、その程度の情報は入ってくるからそういうことを言ってもあんま通じないんだよね、当時から。だから山口良一さんもすぐに突っ込んだわけだけどもね。でもね、まあそうやってさ、生放送のさラジオ番組出てそんだけ忌憚のない話をするっていうのはすごいなって、いやあれは思いましたね。いや新馬さん大したもんだな、その辺はなと思いましたよ、やっぱり。まあそんな風に、そのぐらいさ、私もさ気合い入れてプロレス当時ね見てたからさ、だから冒頭で IWGP って言葉をね簡単に横からかすらっていったのがちょっと許せないって言ってな、それは分かるでしょ。このぐらいもう当時そのぐらい IWGP に熱中したわけだからさ、もうワク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 しながら見せたわけよ、本当に。でまあ最終的にはですねまあ当然最初から予想はされてたんだけれども、結局はね、新日本プロレスの中である、まあ、マジソンスクエアガーデンシリーズってあったでしょ、 MSG シリーズのちょっと規模感が大きくなったように見せかけたぐらいのレベルになっちゃったわけですよ。あ、MSG シリーズねみたいなねそれの名前変えたのねみたいな感じになったわけ。まあでもまあ、多少のねがっかりはあったけど、でもその過程を楽しんでるから、こっちはね、要するに格闘技世界一決定戦と同じでさ、もう そのぶち上げてで沸かせてくれたってことに対するうわーってのがあるからさ、まあしょうがないよねってのは、こちらもガキじゃないからね、まあそりゃそうだよねぐらいの感覚はあるから、そんなに猪木の嘘つきめとかそんなことは絶対になってなくてね、当時からね。だからまあこうだよねぐらいの感じでは見てましたよ。それでさ、そのまあ MSG シリーズっぽい、結局はそうなってしまった IWGP が始まって、で決勝戦がさ、猪木さんとホーガンさんになったわけでしょ。もうそれもさ、やっぱり見ててさ、あやっぱりねって思ってるわけ、こっちはさね、あそれで猪木さんが勝って第1回 IWGP 優勝でしょって、まあそうだよねってさ、それって今までもあった、あのなんだチャンピオンカーニバルとかさ、全日本のチャンピオンカーニバルとか、新日本の MSG シリーズとかと同じだよねっていう風に見てたわけ。当時プロレスマニア、私もそうだったし他の連中もそうだったと思うんですよ。しかしですね、ここで猪木さんがねもう一波乱起こすんですよね。そう思ってるだろうお前らっていう風にさ、もう猪木さんの中でそれって我慢できなかったんだろうね、うん、だって IWGP ってぶち上げてさ、でプロレスファンに夢を見させたね、それが何の収穫もなく空振りつんじゃ見てる方納得しないだろうって、俺も納得できないってのがあったと思うんですよ、ね、
モハメド・アリと戦うぞ、アリ挑戦を受けろってぶち上げた、うん、それで何の進展もなかったら見てる方もがっかりだろう、俺もがっかりだ。だからどんな大借金を背負ってでもアリがやる気があるんだったらその大借金になっちゃう金額を OK しちゃうぞみたいなさ、とにかくやっちゃうぞっていうのは猪木さんのね、まあ見てる方からすると魅力であり、で周りにいる人からすると迷惑なとこだと思うんだけどもね、あのまあさ、見てる方とすればうおーって予想を裏切ってくれるからもうむちゃくちゃ湧くわけ。えそれ周りが何の関係もない人たちが湧くようなことって、身の回りの人たち、猪木さんの本当に近い人たちからするとそれってものすごい迷惑なことだったりすると思うんだよね。でこの IWGP もそうで、猪木さんはさ、その最後の最後ホーガンさんとの決勝戦でさ負けちゃうんだよね。だから見てる方とすればえーって感じよ。しかも負け方が普通じゃないんだよね。あのさ、まあ当時ホーガンさんの必殺技でアックスボンバーって言ってね、腕を折り曲げてなんかポパイがさ力こぶ作るみたいな格好でそのまんまバーンって腕をぶつけるっていうね、相手の 胸板に腕をぶつけるっていう、まあ、スタン・ハンセンさんのウエスタン・ラリアットって必殺技があって、あれでプロレスファンがもう一気に湧いたわけ。日本のプロレスファンがね一気に湧いた。でそれをまあ拝借してちょっと腕の形だけ変えたってアックスボンバーっていうのがあったんだけどね、そのアックスボンバーで猪木さんバチンってやったらば、猪木さんがさあれぶっ倒れちゃってさ、リング下に落ちたんだっけか、確かリング下に落ちたんだっけな、なんかわかんないけどちょっと忘れちゃったけどね、とにかくそのアックスボンバーで猪木さんがぶっ倒れて、でさただぶっ倒れただけじゃなくて起き上がってこないのよ。で完全に白目向いたような感じになって、で舌をバーって出しちゃってさ、あの猪木舌出し事件ね、要するにね。でそういう映像がアップで映ったわけで、私当時まだ高校ぐらいだからさ、もうえってなっちゃったわけよ。猪木これ負けたってだけじゃなくてこれまずくないかって、あの猪木さんの顔見てね、舌を出しちゃってるからさ、これまずくないか、まずいよまずいよってなっちゃったわけで、ホーガンさんもびっくりしたんだろうね。で一生懸命さ両手をこう上下させてさ、皆さん落ち着いて落ち着いてみたいな感じでさ、ホーガンさんも泡食ってるわけよ。で新日本の周りの連中もみんな泡食ってるわけ、これただことじゃないぞって、本当はこれ絶対猪木勝つはずだったのに負けたんだろうって思ったわけよ。当時私も思ったしね、あもう大多数のプロレスファンも思ったと思うの。でさ、でそのまんま試合中継が終わっちゃったわけよ。あれ多分生放送だったよね確かね。でそのまま試合放送が終わって、で次の時間がさ、あれだから金曜日の夜8時から8時54分ぐらいでしょプロレス中継が。で次がニュースの枠だったんだよね確かね。次が9時台かな、まあ、とにかくその試合放送の後の5分のニュースの枠で新馬さんがさ取材されててさ、まあこれは猪木を休ませろっていうことなんですよみたいなこと言ってるわけ新馬さんが。だからだって普通のニュース枠でさ流されるわけ、アンティノ猪木さんがなんだっけ、なんか病院送りになったとかね、アントニオ猪木さん病院へみたいな感じでさ普通のニュース枠で流れて、テレビ朝日とはいえね、で新馬さんがさこれは猪木を休ませろっていうことですよみたいな感じでさしれっと答えてるわけ。当時新馬さんどの程度分かってたか分かんないけどね、まあ新馬さんも多分騙されてたんでしょうその時点ではね、まだ、まあ、分かんないよ、新馬さんも気がついてたかもしれないけどもね、まあどっちにせよ新馬さんは知らされてはいないわけその時点では、猪木さんが一人でやってるわけその時点ではね。でねえこっちはさもう心配してるわけ、いや猪木はあれバックスボンバーじゃ決まっちゃって卒倒しちゃって病院に送りになっちゃったんだみたいなね、あんな舌出しちゃってあんなの見たことないよってね、そう実際見たことないんだもんあんなの。でこっから先はさ暴露本での話、暴露本で知った話なんだけど、あのミスター高橋レフェリーのねミスター高橋さんが書いた話だよ、それで分かったんだけど、実は病院の人たちは運ばれてきた猪木さんを見てね、ちょっといい加減にしてくださいと我々は分かりますよって、専門家なんだから分かりますと、本当にね
意識を失う人は舌をねむしろねこう飲み込んじゃって喉にこう詰まっちゃうぐらいなんだと。こんなベーって外に出してる人いませんよっていう話になってさ、プロレスでねなんか何やってもいいけどあんまこっちまで迷惑持ってこないでみたいな話されたらしいんですよ。それでみんな分かって、で坂口誠二さんとかね、当時新日本プロレスの副社長の坂口さんとか柔道やってるからもう多分もう即座に分かったんだろうね、これはいかんって、猪木にやられたっていうのは即座に分かったんだろうね。翌朝ミスター高橋さんが新日本プロレスに出社したらば、そのまあ猪木さんは当然静養してるからいないんだけど、副社長の坂口さんもいなくて、で坂口さんの字でさ人間不信ってだけ書いてあって、でも坂口さんもしばらく出社しないってさ、空っぽだったって言うんで社長室がさ、あれおかしいよね、人間不信って。で坂口さんがどうして人間不信になったかっつうと、要するにさ、その要するにプロレスってある程度筋がある程度というか、まあ、筋がはっきり決まってるわけじゃないですか。で当然ね、 IWGP 第1回 IWGP では猪木さんが優勝するって決まってたわけ。ホーガンさんもそのつもりで来日してるわけよ。ね。でその筋書きに沿っていろんな人間が動いていろんな折衝をしていろんな形作りをして、そういう舞台決勝戦の舞台ができてさ、でじゃああとは猪木が勝って IWGP のベルトを締めて、その IWGP のベルトでお金を稼いでいこうっていう話になってるのにさ。ねえ、だって IWGP の最初の構想ってすごくて、そのチャンピオンベルトを巻いた人間はね、サーキットに出かける、世界中サーキットに出かけるっていうさ、韓国、中近東、ヨーロッパ、メキシコ、そして最後ニューヨークっていうさ、そういう風な構想が一番最初あったの。まあ、それも我々度肝抜かれてさ、ワクワクしたわけ。うわすげえっていうのがあったわけ。だって昔のね、チャンピオンベルトってさ、例えば外国からアメリカからチャンピオンベルト取ったとしても、結局日本人はさ、アメリカにその防衛線に出かけられないっていうのがあったからね。でそれもプロレスファン分かってて、で、うん、例えばね、ババさんが NWA ベルト取ったなんて言ったってさ、 NWA 世界チャンピオンになったなんて言ったって、なあそんなのねって、すぐに負けてさ、その相手のチャンピオンが日本にいる間にババさんが負けて、結局はそのチャンピオンがベルトを締めてアメリカに帰るみたいな感じだったわけね。だから我々プロレスマニアはちょっと目がさといやつはさ、目ざといやつは、まあババがねそのままベルト持ってたってアメリカに防衛戦に行くわけにいかないからなみたいな、日本がガラ、日本でババさんが試合できなくなっちゃうからねみたいな、そんな話してたわけ当時ね。だからさ、もうプロレスのベルトを取ったとしたってアメリカまで行かないよねっていうのがあったんだけど、この IWGP 構想の当初ではさ、そのベルトを締めて、韓国とかね、それから中近東ヨーロッパって行くっていう。だって中近東もヨーロッパも猪木さん、新日本プロレスはさ、あの格闘技世界一決定戦であるからね、つながりがね、ある程度は。だからそんな全く突拍子もない話じゃないわけよ。だからすげえなってそこでも思ってたわけで、実際に猪木さんが第1回の IWGP チャンピオンになってどのぐらいのサーキットを行うつもりだったか分かんないけどもね、まあ多少はやっぱりやる気があったと思うのよ。でそういうの全部ね潰れるしさね、少なくとも日本国内のチャンピオンシップ、ね、その世界選手権とか IWGP 選手権は全部おじゃんになっちゃうわけじゃないですか。おじゃんっていうのも昭和語かな、これね、自然出ちゃうんだけどねまあさ、そういうのを全部水泡にキスわけよでその IWGP チャンピオンベルトがさ、ホーガンさんのとこに渡ってもホーガンさんは別に嬉しくもなんともないわけねむしろ心苦しいわけだよ。だってそのホーガンさんの IWGP ベルトをアメリカで締めてさ、 IWGP の選手権やったってアメリカのファンは喜ばない。だって何のベルトか分かんないんだから。でむしろさ、そのホーガンさんにしてみれば、いやこのベルト俺持っててもなって、猪木が締めて日本でやんないと商売になんないだろうってさ、ホーガンさんとすればむしろ心苦しいぐらいなわけよ。そんなことをさ、猪木さんやっちゃったわけ、自分一人でやっちゃったわけよ。普通はそうやってブック破りっていうかさ、台本を書き換える場合にはね、いろんな人と話し合うわけですよ。
ね、マッチメーカーと話し合ったりプロモーターと話し合ったりするわけですよ。猪木さんそれ完全に一人でやっちゃって、で一人で舌出してさ、一人で演技やってで勝手にホーガンさん勝たせちゃってさ、こういうことやったわけだから、坂口さんは人間不信ってやっちゃったわけ、書いたわけよ、ね、副社長の俺にも何の相談もなしでっていうのがあったんだろうね。ところがさ、それは猪木さんに近い人の意見なのね。我々からすると、そうやって全ての人間を欺いたことだったからこそ、うおーってなったわけだよ。いや猪木本当に負けたっつうか、これ大丈夫なのかって、周りの人間のうろたえぶりからすると、これはこれ台本じゃないぞみたいなね、いうふうになったわけよ。だからさ、この IWGP っていうのは一番最初構想をぶち上げた時にまずうおーってなったのと、それからね、決勝戦で猪木さんが負けた時にってなったのと、今ちょっとマスオさんっぽかったかもしれないけどあのね、そういうのあるわけだ。2度美味しかったよね。まあその途中ももうワクワクしながら見てたけど、もちろんね。だからこの IWGP っていうのはね、第1回決勝まではね、ものすごく楽しませてもらった。本当にもう特別な思い入れがあるね。だから格闘技世界一決定戦に続いて、私がね、もう新日本プロレス猪木さんにね、どんだけ楽しませてもらったかっていう、その、まあ、第2の構想だね、この IWGP ってのは。そのぐらい思い入れがあるわけ、むちゃくちゃな思い入れ強い、そういう話なんですよこれはね。昭和40年の9作目、ハッスルパンチでございますね。